あゆみです。それでね、ダンプで、今日はこのね、NF ボールが届いたんで、ちょっとスケートしたいなって思うんだけど、ここをね、この壁をちょっとなくして、こっち広いから、広くしようかな、今日は。いや、でも今日終わんないか。この壁をちょっとね、壁と棚をぶっ壊していきたいと思います。溶接で止まっててちょっと面倒くさそうだね。多分この壁全部そんな感じになってるんだろうな。これ遊べるかな。ええやん。ええやん。ええやん。いった。いい子のおもちゃできたじゃん。見ました？今見ました。死ぬかと思った。危ない危ない。死ぬかと思ったよ。ボーボーボーって。これで安心だね。ブレーカー落としたから。電気生きてたね。どれだろう。こわっ。これ辺でも生きてるってこと。やめて本当に。これかな。バーンってなったのね。こわっ。ああ死ぬかと思ったね。はい、もしもーし。なんかむき出しの配線の電気が生きてて、多分もう大丈夫だと思うので、ちょっと一回やってみます。怖っ。こんなもん怖くて取れないんだけど。怖くて怖すぎだろう。びっくりしすぎて片っぽないんだけど。ここら辺のビスもね、パーク作るときに使えるから取っておきましょう。ってことで今日はだいぶ暗くなってきたんでね、ちょっと続きはまた明日か明後日。でとりあえずこれに巻く用のビニールテープと、あとアングル買ってこようかな。ボックス用のね、カーボックス用のアングル買っていきたいと思います。じゃあね、アングルとパイプ買いに来ました。田舎はね、カインズホームとコメリぐらいしかないんで。 5.5 高っ。バカ安いんだぞ。これいいじゃん。これがいいか。これ1個買っていこう。カラーコーン 1.2 足す 5.5。 あ、 1.2 足す 0.5。 あ、 1cm2mm。
5mm、 1.7mm、 1.75mm、 1.75mm、 このレベルか。抜けそう。今あるコンパネの上にさ、ベニヤを引くとしたらさ、何で止めようかなと思って、電源に 2mm、 2枚ぐらい買ってやってみるかな。で、鉄のアングルがどうやらないんですよ。鉄のアングルがなきゃ仕事にならないよ。とりあえずこれでいっかな。これだけ買ってみます。これとこれとビスとあとフライパン。オッケー。